まあ、小学2年生の頃から相撲をやっていて、今あのアメリカンフットボールをやっています。あ、これってこういうことなんだみたいな、その外に出てすごい寒い中でもちょっと薄着して体を慣らしてからちょっと温まるって言ったのは、すごい体の調子が良かったりとか、試合前のルーティンとか全部変えれるなっていうふうに思ったので、やっぱこう冬に強くなるっていうのは自分の中でもありまして、気持ちがまず上がって、そこから頑張ろうって気持ちになって、でまた自分を追い込めるっていう、めちゃくちゃいいスパイラルやなと思って、冬にどんだけ追い込めた人がシーズン中に力出せるかっていうのが比例してると思うんで、もう自分でもう一回考え直して、明日から今から